人は誰しも、辛いことから逃げたがるもの。人は誰しも、現実よりも夢を見続けたいもの。越えるべき壁、向き合う現実から目をそらし続けた先に、手に入れるものは、一体何なのか。そして、失われるものは。たらい回し。逃げることは罪じゃない。でも現実は夢のように甘くなかった。こんばんは、ケイちゃん。なんだ、シオも来てたのか。来てたらいけませんか。私だってこの村の人間なんですからね。そりゃそうか。年に一度の村祭りだもんな。ええ。そんなことないです。だけど、いえ、何でもないです。どうかしたのか。ケイちゃん、もし一年に一度決まった日に何かが起こるとしたら、ケイちゃんどう思いますか。どういう意味だ。例えば事故とか事件とか。なんか穏やかじゃないな。ひょっとしてこの祭りに来ると何かがあるってことか。いえ、みんながみんなというわけじゃないんです。ケイちゃん、たたりって信じる人ですか。びっくりしました。ごめんなさい、突然変なことを聞いて。綿流しのお祭りって、お社様のたたりを鎮めるための奉納が起源なんですよ。その神様のたたりを鎮めるために、
年に一度こうして川に綿を流しているんですね。まさかシオンはタタリを信じてるのか？いえ、私は微妙ですね。でもこの村じゃ若い人でも結構いますよ。信じてる人。そうなんだ。そして祭りの後、毎年起こるんです。決まってちょうど今頃に。起こるって何が？綿流しの日、この村の誰かが。死ぬんです。3年前の綿流しの日、それが最初でした。あるご夫婦が旅行先で崖下の濁流に転落したんです。旦那さんは亡くなって、奥さんは今もまだ死体すら見つかっていません。転落って事故か？警察の発表はそうなってますね。その翌年の綿流しの晩には、今度は神社の神主さんが原因不明で急死しました。そして神主さんの奥さんはその晩のうちに沼に受水して自殺。その死体も未だに。神社の神主ってこの神社のか？またその翌年、これももちろん綿流しの晩、今度はこの村の主婦が撲殺隊で発見されました。でも死んだ人たちは誰もがあることに深く関係していたんです。この村の大事件にです。雛見沢のダム工事。どうして知ってるんですか？それは驚きますよ。だってみんなこの話は知らない人にはひた隠しにしていますから。まさかケイちゃんが知ってるなんて思わなかったんです。そうですか、知ってたんですか。この人たちはみんなダムの誘致に賛成か、あるいは反対運動に消極的だった人たちなんです。
殺された主婦ってどんな奴だったんだ。その人もダム工事の反対運動に関係があるのか。その主婦の旦那さんは旅先で転落死した夫婦の弟さんなんです。当時は工事の継続をめぐって論議が紛糾していました。そして次第に不祥事が明るみに出て、揺れに揺れて、あのバラバラ殺人はダム計画に終止符を打った事件だったんです。昭和54年の綿流しの日の深夜です。6人の男たちが口論の末に被害者に襲いかかったんです。はじめは殺すつもりはなかったそうです。だけど被害者がシャベルを振り回し始めると、自分たちも武器になるものを手にして一気に殺し合いにエスカレートしたんだそうです。容疑者たちが言うには、その現場監督は日頃からその6人の容疑者たちをいじめていたそうです。それがその夜、酒盛りが深すぎてみんなだんだんと気が荒くなって口論となって、初めは仕返しのつもりだったらしいのですが、しまいにみんなで寄ってたかって。気がついたら、そこには誰の目にも生きているとは思えない無残な姿が横たわっていたそうです。バラバラにしてしまった。もちろん男たちも最初は警察へ出頭しようと考えたと聞きました。だけどリーダー格の男だけが死体を隠そうと提案したようですね。そして迷った残りの5人も、死体を隠す方法がいくらでもある建設現場です。彼らはさっさと死体を隠し、その場を離れるはずでした。リーダー格の男は他の5人がビビって自首して事件が発覚することを恐れたようです。そこで取ったのが他の5人の口封じでした。一体どうやって。どうしたシオン。死体を人数分に切断して、それぞれの責任で隠すという。あっ。男たちは泣きながら、おののきながら、誰も逆らえませんでした。素直に従わない人もいましたが、
逆にリーダー格の男に殺されることを恐れたんでしょうね。結局全員が手を下したと聞きました。ちょっと待て。それじゃあ今年の綿流しの晩にも誰か人が死ぬってことか。今度は誰なんだ。わかるわけないじゃないですか、そんなこと。みんな口にしないけど、今夜また何か起こるんじゃないかって恐れているんだと思います。それじゃあみんながお祭りに参加してるのは。やっぱりみんな怖いんです、お社様のたたり。やっぱり言わない方が良かったですか。いや、そんなことは。でもね、ケイちゃん、綿流しの後には死者ばかりじゃないんです。もう気づいているかもしれないですけど、一緒に誰かがいなくなるんです。さっきある主婦が撲殺された話をしましたけど、その事件の後にその家の子も行方不明に。本当に突然に。事件は去年の6月20日の夜の9時ごろ、主婦が路上に仰向けになった形で血まみれで倒れていて、最初は中年の女性としかわからなかったそうです。そうですね。でも
顔が完全に潰されていましたから。警察はその事件を恨みによる犯行だと考えたそうです。というのも犯人は後ろ頭をめちゃくちゃに叩き潰しておいて、その上さらに死体をわざわざ仰向けにして顔を潰していたんです。そしてその事件の後にその家の子が行方不明になったんです。その少年は行方不明になる前にこう言っていたそうです。誰かに見張られている、後をつけられているんだって。誰かが言うんです。それはお社様のたたりの前兆だったんだって。きっとあの子は心のどこかで雛見沢を捨てて逃げ出そうという気持ちがあったんだ。それをお社様は許さなかったんだって。だからきっと今夜もまた誰かが犠牲に。ケイちゃん、いやーごめんごめん、一人にさせちゃって。あれ、シオン、こんばんは、お姉、何か用ですか？用って用がないと来ちゃいけないの？何か用があるのかなって聞いてみただけです。あっそ。私はてっきり、なんかいけない話でもしてるところに来ちゃったかなーって思ってね。いけない話って、何ですか？さあ、私が聞いてるんだけど。あ、そうですね。何ですか？いけない話って。シオン、今日のバイトは休みなの？え、今何時ですか？もうこんな時間だよ。あ、いけない。
思ったより遅くなっちゃいましたね。だから行けない理由でもあるのかって聞いたんだって。ありがとうね、教えてくれて。ケイちゃん、ごめんなさい。私、そろそろバイトに行きますね。シオンのやつ、なんだって？あの子、ケイちゃんに何か言ったの？え、いや、別に。なんで隠すの？え？隠したってすぐにわかるんだからね。おじさんを煙に巻こうったって、そうはいかないよ。ごめんね。ちょっときつい言い方になっちゃったね。でも、気にしちゃダメだからね。あの子って悪趣味なこと言って、人のことをからかう癖があるからさ。大丈夫だって。変なことなんか聞いてない。本当？本当だ。本当に本当？本当だって。変だぞ、ミオ。お前こそ嫌に勘ぐってないか？いや、おじさんは、なんていうか、こんな暗いところで二人っきり何してたのかなってさ。なんだよ、そりゃ。意味がわからん。いやいや、真っ赤に燃える太陽の季節ってか？さらに意味不明な上に、今は夜だし。なんて。おじさん、気の回しすぎかな。ごめんなさいませ。圭一さんのことすっかり忘れておりましたわ。何？俺のことを忘れるとは不届き千万。嘘なのです。ちゃんと探していたのです。ただお話に夢中になってしまっていただけなのです。話だけじゃございませんわ。夜店で売ってるお菓子も悪かったのですわよ。私たちに落ち度はございませんわ。うんうん、まんず飴とっても美味しかったよね。よね。
おーい、みんな。あら、富武さんじゃございませんこと。富武、ちょうどよかったのです。今日の射的の結果発表だよ。あ、そうだったね。結局ビリは僕なのかな。ひどいことを考えているのです。僕は立派な人間なのですよ。クンクン。というわけで富武さんがビリに決定。そりゃどうもありがとう。どういう意味だい？いやいや、ケイちゃんは運がいいな、富武さんって言ってるんだよ。そうなのですよ。とてもラッキーなのです。あははは、強運の持ち主でございますわ。羨ましい限りでございます。富武さん、覚悟はいいかな？罰ゲーム。え？ああ、そうか、忘れてた。ダメだよ、油性じゃなきゃ。洗ったら落ちちゃうでしょ。なんだよなんだよ、それで書くの？それそれ、はい、キュッキュッキュッだね。これじゃ罰ゲームじゃなくて寄せ書きだね。私は甘くはありませんのよ。ちゃんと罰ゲームでいきますわ。次
次は源一さんの番でございますわよ。これ着たままで東京に帰らなきゃいけないのかな。もちろん罰ゲームだもん。ちゃんと着たまま帰ってね。次に来る時にも着てきてくれるといいな。いいな。分かった。次に来る時もこれを着てくれよ。約束する。そうだよ。富武さん、みんなの写真撮ってよ。そうだな、記念写真を撮ろう。いいかい？撮るよ。はい、チーズ。お連れ様がお待ちですか？そろそろお時間かな。ん？え？そうみたいだね。行っちゃったね。じゃあ、おじさんは後片付けがあるからここで。じゃあね、ケイちゃん。また明日。あ、ミオ。また明日な。